ねえかな。まあ、信用しないやつってめんどくせえから戦わねえか。味方が対応できなかったら俺も無理だから。味方がもうこのちょっと信用しただけで何もやらないっていう、自分とどこ狙われてないんだから回したらいいじゃんって思うけど、もうしゃがみプレイヤーいると無理だよね。なんでこんな発電機回さない奴らばっかりなの？信用しない位置に行けばいいじゃん。この、ほんとこのリーユン人かな。ひどいよね。信用しない位置になんで逃げねえんだよ。目で見てわかるものを。いや、もうちょっとハンデ背負いすぎだって。もうほんとさ、発電機回さない。この隠れ資金がほんと戦力になんないから、ずっと逃げ隠れしかしないやつ。発電機触んないんだよ。
だって本当才能あるプレイヤーだよな。マジでやべえよな。デッドバイセンスの塊。いいんだよ。こういう風にやって、トンネル狙いだったら、その間に回せばいいんだよ。デイビッドが回せば、僕らのところどこかが回ればいい。モレルを出しに使って勝つ。モレルはもうトンネル要員で、まあ、それでいいんだよ。かっこいいことは言ってられないんだよ。勝つんだよ。デッドバイのエースヒロちゃんの言う通りやっとけ。スーパーエースヒロちゃん。残り1台で調子乗ってんじゃねえよ。その発電機のフォローに入れよ。なんつープレイやってんだよ。それで俺の発電機のところに来ることが妨害でしかないんだわ。こういうことがあるからやっちゃいけないんだよ。カラスだった。また輝かしきビッグプレイ。いつもこういうプレイを、秀逸なプレイを連発でできる。これがヒロちゃんの強み。野良のレベルの問題点、誰も向こうげ、そう。こっちが勝てばいいんだよ。これがこれがヒロちゃんだと思います。スーパースター、この展開が一番強い。ヒロちゃんがこの位置にいれば絶対に勝つ。ほぼ勝つ。美しいゲームメイクできる。それがヒロちゃんの強み。
これ見た？これ見た？これが野良モブ。野良モブと、ヒロちゃんの違い。これ見て、驚くでしょ？誰一人たりともいないんだよ。ノラモブすげえよな。逆に尊敬するほどのあれだよね。逆の意味ですごいっていう。はっ。これだよ。ちゃんとしてるプレイヤーは、評価されるプレイヤーはヒロちゃんだよ。ヒロちゃんが勝利を導いたから、チームの。誰もが言うよ。ヒロちゃんの、ヒロちゃんが勝たせたって。まともなプレイヤーはヒロちゃんがいたから勝った。うん。最後に抜けたやつが正しかったっていうゲームです。はい。勝って当たり前です。ヒロちゃんいたら勝っちゃいます。